れるじゃん。はい、皆さんこんにちは、釣り三昧です。今回はブルブルーさんのスネコン 130S と、あとそれとそっくりに、まあ、模造されているような感じですね。あのそっくりさんがアリエクスプレスというですね、海外の通販サイトで、まあ、激安で売ってるんですけども、そちらの方をですね購入しまして、まあ、本家とですねアリエクとのですね差をですね数値化してですね、ちょっと比べてみたいと思います。まずはですねパッケージ、まだ一つ目開いてないんですから、パッケージ開いていこうと思います。感じですね、重量感ありますね。でこちらのハントハウスさん、ハントハウスさんというようなですね、ハントハウスというグレードですかね、会社名はちょっとなんか違うような気がしますけども、ちょっとハントハウスさんというのかメイドインチャイナで、ハントハウスというメーカーですかね。この感じでゴムバンドで特に縛ったわけではなくてそのまま入ってました。そしてストリップスポあのこのフロントアイですね、スプリットリングが入ってますね。5本ぐらいですかね。こんな感じでですね、外観は似たような色がちょっと入手できなかったもんですから、まあ、こんな感じになってしまったんですけども、まあでも背中の色がピンクということで、ピンクバッグ、ポロかからキャンディーかの違いで、そしてまあ外観で一番特徴的なのはブルーブルーさんの目のところですね。目のところがこう星がこう星なんですかね、星じゃなくてなんかハートマークが横になったようなマークがついてますけれども、こちらのハントハウスさんのアリエクの方はですね普通の黒い目玉がついてます。若干ですねスネコンの方がスリムかなって気はしますけれども、もう先がですね口元のところがスネコンさんの方がこうシャープに尖ったような形ですね。他もですねスネコンの方が若干高い位置に来ていると思います。どちらかというと後方に形状がですねちょっとこういう感じで見にくいですかね。ちょっとだけこの辺りが後方に頂点がですね、トサカの頂点が後方よりどちらかというとアレクの方がですね、あの頂点が真ん中寄りの方ですね。この辺がちょっとよくよく見ればだいぶ変わってきますね。です、横のシルエットほぼ同じように思えるんですけども、まあ、若干ですねあのこっちのアレクで購入した方、ハントハウスさんの方がどちらかというとちょっとぼってりした、ちょっとぽっちゃりした感じに見えなくはないですね。そしてフックの位置ですけども、もうそフックの位置はほぼ一緒ですね。ほぼ一緒です。多分数値でも誤差程度しか多分差が出てこないと思います。それではですね、あの例によりまして、一応デジタル測定器でですね一応測っていきたいと思います。まずスネコン、ブルブルーさんのスネコンですね、一番厚みのあるところでですね16mm ですね、 16mm
で、お尻の方ですね、お尻に一番ですね、7.5mm ですね。で、リエクの方は、で、16.6。で、お尻の方は、ここですね、6.8。ちょっとあの形状が完コピではありませんね。続きまして、横から見た格好ですけども、こちらがですね、0に戻して、フックアイとですね、129.3mm ありますね。129.3。そして、リエクの方はですね、2人に合わせて、128.9 ですね。これ誤差があるかもしれないですけど、約130ですね。こんな感じになりました。あと重量を測ります。出ないようにこちらの方ですね、はい、でリセットかけます。でスネコンの方ですね、スネコンは一応ログも取ってからにします。よいしょ、 25.37。25.37。28。もう一度25.88ですね。25.88。
総重量はほとんど変わりませんね。あのフックサイズもですね、オリジナルは3番を使っているそうです。フックサイズもほぼ一緒のサイズを使ってますね。スプリットリングもほぼ一緒ですね。一緒のサイズ使ってます。で、2つともですね、あの棒サビの仕様になっているみたいです。あのメッキが施されております。多分海水対応になっていると思います。こちらがスネコンです。こちらがアリエクノコです。色がグレーとシルバーと違います。フックの位置は一緒ですね。もう本当差がないぐらいないと思います。延長もですね、あのデジタルスケールとかで測ると若干スネコンの方が長くなりますけども、まあ、ほぼ見た目変わりません。で、重量もほぼ変わらないということはですね、泳ぎそのものもそんなに変わらないのかもしれない。で、こちらがスネコンの方の、あ、これは何か、あのアリエクの方のアンタハウスの方の移動したという音がします。で、ブルーブルーさんのスネコンはこうやってみますかね。これがアリエクのアントハウスさんのこういう感じ。中に玉が入ってますね、間違いなく。でこちらがブルブルさん、アリエク、ブルブル、アリエク。この違いがちょっと、こんな感じですね。本当ね、差はですね、あのそんなにないような感じがしますね。こう持ち替えて、重量感もほとんど、玉の動きそのものもそんなに変わらない。まあ、球のサイズが違うのかもしれないですけど、あまり違いが分かりません。こんな感じですね。皆さんはどういう風に感じられたでしょうか。こんな感じですね、あの数値化してみました。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。